受けぬが部活にゃ顔を出すサボタージュ中夜逆転朝寝て夜起きるサボタージュ教師の呼び出し関与で知らぬサボタージュ死ぬっていい感じはいえー、どうもこんばんは日本一のミスチルファン通称ミスチラです今日はですね、えー、M ステ2時間スペシャルに、えー、ミスチルが出てたんで見やしたはい え、仕方なく見てやりやしたよ。今日はそれを見たね、感想動画なんだけど。まあね、ミスチル以外のね、アーティストも出てたんで、またね。まあ、2時間なんですよ、また今回も。まあ前座が長い長い。ほんとね、もう知ったこっちゃねえっていうアーティストばっかりもうなんか、ジャニーズとかさ。うん、ぶっちゃけもうどうでもいいしさ。僕、ジャニーズタイプじゃないんですよ。うん、ぶっちゃけ。そう、あんまり好みの男性じゃないんで、あの、特にね、もう見なくていいかなと。そう、僕はもうカズトシ君のファンなんで、そう、早くカズトシ出せよ、と思いながら、 まあずっと前座をね、まあ適当に聞いてたんですよ。で、まあミスチルが出て、まあ今回は結構その、ミスチルに関する特集みたいなのもまああったりで、うん、なんだけど、なんか2時間やるんだったらもうミスチルまるでも全然いいぐらいじゃねっていう、うん、まあ個人的にね、まあミスチルファンなんでそう思ったんだけど、まあそんな感じで、いやまあ結構いろいろやってて、なんかその、今半世紀回ってるじゃないですか。で、半世紀でそのエムステの、なんか取材みたいなのを、 結構やってて。まあ、それも僕、あの、福岡 PayPay ペイペイドーム行った時に、なんか M ステって書いたマイクを、なんか、取材で持ってる人がいたから、あ、これもしかして今度の M ステの2時間スペシャルで使われるんだろうなと、まあ、その内容はね、後々聞いた話だと、なんかその、あなたが選ぶミスチルソングベスト3みたいな感じで、やってるみたいな話聞いてて、で、まあ、あのー、今日見たら、まあ確かに、そうだったんで、 で、なんかその、みんなにそのね、あの、各会場、今やってるのと、と、まあ、福岡、名古屋、東京でやった、やってるから、まあ、各会場で、えー、聞いて、ベスト3聞いて、で、その中から集計して、なんかその、えー、ベスト10を発表するみたいなのもあったんですよ。まあね、このベスト10が、まあね、もうほんとに若臭いというか、なんか、うん、ああ、そうなるわな、みたいな。うん、なんかね、やっぱりね、こうなるんだろうっていう、なんか、よ、なんか予想の範囲内だったんですよね。 うん、まあそういうなんかト,トップ10の発表もあったり、まあ僕がね、僕が好きな曲っていうかまあ僕が好きな曲っていうのは、えー、僕の中のベスト30。まあ前回ね、あのベスト30から11位までを発表した動画出したんで、まあ、えー、ぜひね見てほしいと思うんだけど、まあトップ30の曲が一曲もなかったですね。うん。これトップ10の中には。うん。 そんな感じで、やっぱり皆さんと僕、え、日本一のミッシルファン、え、なんですよね、僕は。日本一なんですけど、まあ、日本、まあ、ナンバー2。え、僕以外の人たちはみんなナンバー2なんで、やっぱナンバー2以下と、やっぱこうナンバー1とでは、やっぱり感覚が違うから、そう。まあ、やっぱり違うなと、思いました。うん。やっぱり僕は選ばれしナンバー1なんで、やっぱみんなと違って当然なんですよ。そう、みんなと一緒でナンバー1だと、何の意味もないですからね、そんな。うん。いや、だからまあ、やっぱ特別なんだなっていう、なんか、自分の、 まあ、そういうことどうでもいいな。うん。まあ、そんな感じで。ええー、まあ、えー、そういうのもあったと。で、まあ、曲だと、あの、まあ、演奏した曲だと、まあ、生きろをやるっていうのは、もうずっと前から発表があって、で、なんか、今日まで、その、まあ、<laughs> あの、これがアップされる日は、あの次の日なんだけど、まあ、その、え、エムステが、ええー、まあ、放送される直前ぐらいかな。直前ぐらいに、って始まってから、なんか、ギフトをやります、みたいな。そう。直前になって、発表になって、あ、ギフトかよって思って、 だギフトがい、いの、演奏されるってことは、このトップ10の中に、ちょっとトップ10というか、1位がギフトなのかなって思ったんですよね。まあ、そんな感じで、え、ギフトみたいな。ちょっとね、なんか微妙、なんか、あのー、すごいね、あのー、なんか、ボロクソ言えるような曲でもないし、僕なんかギフトはね、嫌いでも好きでもない。まあ、最近ちょっと嫌いになっちゃったんだけど、うん、ちょっと嫌いよりに傾いてきたっていうかね。 そんな感じで、まあギフトと生きろをやったっていうね。まあ声の調子はめちゃくちゃ良かったですね。生放送だけど、やっぱりなんか、年々上手くなってきてますね。やっぱり、あの、桜井さんの声。やっぱりそのボーイトレとかやってたりとか、なんかその、やっぱりそこら辺ちょっと、あの、クオリティをね、求めるようになってきたっていうのもやっぱあるし、やっぱりその成果が出てるなっていう、なんか、まあなんかちょっと上から目線だけど、確実になんかめちゃくちゃ歌は上手くなってきてるっていうね。 歌が上手くなってきてるならいいんだけど、まあ、それに越したことはないんだけど、いや、どうせだったらさ、なんかね、ねセットリストをマニアックにするとかね、そこら辺の方が僕は重要なんじゃないかなって思うんだけど、まあそこら辺はね、やっぱり、ちょっと違うんだな。うん。やっぱりそのミスチュエが求めてるものと、僕が求めてるもののちょっと違いですからうん。まだから言うことがないんですよね。ぶっちゃけ言うと、その、昨日のソングスの方が、いろいろ言うことが実はあって、 うん。ちょっとまあ、後で話すんだけど。うん。で、まあね、ギフトとイケロやったっていうのと、そう、ほん話す内容がないんで、ね、ちょっとメモりながらメモ、メモ見ながら喋るけど、まあそのトップ10を発表するわ。で、10位がくるみ。で、9位がヒーローで。で、8位がトウモロコシレバーチーズ。で、7位が、花火。え6位が名もなき歌で、5位が足音ビーストロング。 4位がイ,イノセントワールド。で、3位がギフテッド、選ばれし頭脳。うん。だから3位なんだよ、ギフト。なのに、え、マジかよって3位やっちゃうかみたいな。で、2位が彩りで、1位が終わりなき旅なんですよね。危ない危ない。うん、ちょっと今出そうになったわ。うん。結構控えるようにしてんだけど。終わりなき旅だったんだよ。だから、1位あるならわかるんだけど、な、なんで3位みたいな。ギフトみたいな。 だから、相当最近ギフとか気に入ってるんでしょうね。うん。いや、普通だったらさ、1位をやりますみたいな、なるじゃん。で、どうせだったらさ、なんかさ、ねな、なんで3位なのみたいな、なんかそのチョイスがちょっとなんか、よくわからん。うん。まあいいんだけど、まあ、勝手にしてくれって思うんだけど。まあテレビなんでね。そう。テレビなんで、あのー、ニワクが見るもんなんでね。うん。まあこうなりますわ。ランキングもね。そう。まあマニアックにやったとしてもね、ついてこれないと思うから。うん。まあそんな感じですからね。なんかもう喋ることもないんですよ。 まあ、テレビに期待しちゃいけないし、まあ、ミスチルのセットリストとかにも何の期待もしてないんだけど、テレビにはもっと期待してない。うん。テレビでなんか珍しいことがある、そのなんかその僕ね、このニューチュルミ,チュラーミスチルするミスチルが喜ぶような展開になることはまずないし、そう。そう。な,なんとなん、そのなんかミスチル、僕みたいなそのミスチルファン向けにやってないからね。ぶっちゃけテレビなんてね。もうこれからミスチル聴いてもらう人か、もしくはにわかに喜んでもらうような、 内容にしか絶対しないんで。うん。だからやっぱり、ここ最近のテレビ演出っていうか、テレビ、ミスチルに関するテレビ番組だと、やっぱ、ンジャムが一番攻めてて面白かったですね。で、その次がソングスぐらいかな。ソングスも結構、やっぱりソングスはね、ミスチルだけなんでね。あれは。そう、ミスチルだけの、ば、回だったから、やっぱり面白いよね。うん。まあ、そんな感じでね。はい。えー、まあ、ランキングもそんな感じでした。うん。で、あと、言うこと本当ないんですよ。あ、そう、一つ。 よかったメモっててよかったそう、あのね、番組が始まる前に、あのー、なんか、30周年おめでとうございますみたいな感じで、タモリさんと、あと、あの、アナウンサーの人が言ってて、で、なんか、あのー、5月10日になんか特別ななんかあった、あったんでしょうって言われて、あ、そうそうそうだっつって、桜井が、そう、かずが、なんか、アナログ版ベスト版のアナログ版を、なんかもらったみたいなスタッフから。で、それは、その、よ、メンバー4人分。 だけしかないみたいな。そう。だから世界に4枚しかない、四紙、あの、四セットしかない、その、アナログ版の、ベスト版の、8枚組の、ベスト版、あの、アナログ版が、をもらったみたいな話してて、いや、どうせだったら売れよって思って、いや、売らなくてもいいから、俺にはくれよ俺だって、ミスチルの5人目だろずっと日本一のミスチル通称ミスチルとしてミスチルー TV を運営してるこのね、これ、俺、これ、貢献してるこの俺に、1枚くれるとかさ、ないの いや、ちょっと残念だないや、売ってもいいよ。売ってもいいけど、いや、な、なんでそれ売らないのみたいな。いや、穴ナロレコード作ったの。売れよ、マジで。俺が買うんだからよ。なんで出せねえんだよ。なんで出さないんだよ。なんで売ってくんないんだよ。マジで。絶対買うのにさそう、だからそれ聞いて、お、そういうのが存在するんだ、みたいな。そう、ちょっとなんか、胸が踊りましたよね。まあ、僕が手にすることは、一生ないんだけど、うん、4セットしか作ってないからね。いや、売ってよ。 ジェン売ってよーまあ、タハラさん風にちょっと言っちゃったけど、うん。これ、これ元ネタ分かる人いいのかなジェン売ってよーちょ、もう、いいね。しつこいね。飽きたね。うん。まあ、そんな感じで、いやー、うん、あと言うことで言うと、ギフトは、えー、半音下げ最近のライブでやってるアレンジでしたね。うん。そう。いや、どうせだったらなんかアコースティックギターとか持ってね、やってほしかったけど、もうハンドマイクですね。ギフトはずっと。うん。 そうですね。あ、もうほんと言うことないわ。薄っぺらかったもん、本当うん。まあそんな感じで。いやはい。終わります。まあ感想で言うと、やっぱりまあエムステっぽいなとは思いました。うん。で、あと、まあちょっと、前回のね、ソングスの動画でちょっと言い忘れたこと、ちょっと喋るんだけど、あのー、光のアトリエ。光のアトリエはね、あのー、原曲キーだったんですよ。初めてじゃないあのー、なんかライブみたいな感じで、その、演奏で。 えー、その、光のアトリエやるときって、まあライブでやるときって、基本半音下げだったじゃないサンクスギビングも虹も。だけど、今回、原曲キー、うん。初めてだよね。うん。ライブで、その光のアトリエ、元気でやるってね。そう、そこが良かったし。あとね、あの、ソングスで、その過去のテレビの映像とかも流れたんだけど、めちゃくちゃ高画質で、そのなんか、たまにその YouTube で上がってるやつとかってさ、やっぱ画質がちょっと悪いんですけど、やっぱテレビが、 出してるものだから、すごい90、九十、九十年代のテレビ、テレビの映像がめちゃくちゃクリアに、あ、こんな映像だったんだ、みたいな。桜井さんが持ってる、あの、手物ネマドーズで使ってるレスポールとかもはっきり見えて、うわ、やっぱさすがだなと思って、いや、こういうテレビの映像、お金払ってでも見たい人いると思うから、まあ僕もそのうちの一人だから、そういうの、ね、どうせだったら売ってほしいよね。まあ、売らないとは思うんだけど、いや、 お金払ってでも見たい人絶対、まあ、僕もそうだしね。うん。そんな感じで。いやー、そう。そこら辺ちょっと収穫でしたよね。昨日のソングスは。そういう収穫が今回のこの、M ステにはなかったっす。はい。なんか、あ見てよかったってのが正直なかった。ソングスは、ちょっと、昨日の動画で言わせんだけど、そういうなんかちょっと収穫があったんですよ。うん。あのー、そのさっき言った、その、ト u ルデ r d e v のなんか、ポップジャムかなの映像とか。あと、あの、ユースフルデイズあのアイルビートを 2曲やったね、時のテレビか、テレビの彼らの、僕あの、リアルで見てないからわかんないけど、まあ、そこもなんか高画質で見れて、うん。ちょっと嬉しかったね、昨日の動画、昨日のソングスは。うん。で、そういうなんか喜びはなかったっす、M ステには。うん。いやそんな感じでね、はい。まあ、終わりましたよ、動画。うん。で、まあね、あのー、今回ね、M ステで、 あの、なんかみんなが選ぶミスチルソングベスト10みたいなの発表してましたけど、まあ僕もね、今度、え近いうちに、僕の、この日本一のミスチル通常ミスチルラーが選ぶトップ10をね、発表します。えもうね、現在30位から11位を、まあさらっと紹介するっていう動画を、もうすでにアップしてるんで、もしね、興味の湧いた方、えぜひね、下の説明欄じゃなくてコメント欄に、えリンク貼っとくんで、ぜひ見てください。近日中にトップ10をね、発表するんで、うん。まあこんなね、クソみたいににわか臭いランキングには絶対ならないんで、 うん、そんな感じでちょっとぜひ、えー、興味のある方、えー、楽しみに待っていてくださいという感じで終わりです。